ジョン・マーレー、第四代ダンモア伯爵、第四代ダンモア伯ジョン・マーレー、1732年から1809年2月25日は、イギリスの貴族、スコットランド貴族であり、植民地総督である。第三代ダンモア伯ウィリアム・マーレーとその妻キャサリン、旧姓、マーレーの息子である。バージニア植民地最後の総督として記憶されている。 ジョン・マーレーは1732年にスコットランドで生まれた。1756年に父の爵位を継ぎ、イコーダン・モア卿と呼ばれた。1761年から1774年と1776年から1790年には、スコットランドの貴族代表議員して、イギリス貴族院議員を務めた。1759年に、第六代、ギャロウェイ博。 アレクサンダー・スチュワートの娘シャーロットと結婚した。夫妻の娘、オーガスタ・マーレーは、サセックス公、オーガスタス・フレデリックの妻となり、その結果イギリス国王ジョージ3世の義理の娘となった。ダンマア教の子供には、オーガスタと年の近い次の娘キャサリン・マーレー、さらにバージニアに行ってから間もなく、生まれた娘、バージニア・マーレーがいた。 ダンマー卿は1770年から1771年までイギリス領ニューヨーク植民地総督を務めた。しかし1770年に就任してから間もなくバージニア植民地総督の第四代ボート党と男爵のオボーンバークレー死去しダンマー卿がその公認に指名された。ダンマー卿はバージニア植民地総督として1七7一年九月十五日に 着任してから1776年にそこを離れてニューヨークに向こうまで活発に任務を遂行した。1783年にアメリカ合衆国の独立が認められるまで総督の地位にあり続け、それに対する報酬も受け取っていた。バージニアではイギリスとの確執が大きくなっていたが、 前任者のボトトオトキはわずか5年間を務めただけでも人気のある総督だった。ダンモアは外交的な素養が欠けており、植民地の人々とは論争の多い関係を続けることになった。総督在任中にダンモアの戦争と呼ばれるインディアンに対する一連の攻撃作戦を指示した。これら攻撃の主たる対象は小人数であり、その目的は西部の特に オハイオ領土に対するバージニの領有権主張を強化することだった。しかし、ダンモアが小人族と結託してバージニアの民兵隊を消耗させる戦争を仕掛けているのであり、植民地で反乱が起こった時にロイヤリストを守る手段にしていると告発する者もいた。バージニア植民議会が1773年3月にイギリスの指導層に 自分たちの関心事を伝えるために通信委員会の組織化を提案したとき、ダンモアは即座に議会を解散させた。議員の多くは、ほど近いローリー酒場に集結し、新たな課税やイギリス本国に代表権を持っていないことなどの問題に関する議論を続けた。当時マサチューセッツ湾植民地の人々もイギリスに対する確執があり、イギリスからは、懲罰的処置が取られていた。 再召集された植民地議会はマサチューセッツを支持する姿勢を示すために1774年6月1日をバージニアにおける断食と祈りの日とする決議を行った。ダンモアは1774年から植民地の指導層と衝突するようになった。植民地の正常不安が増すにつれてバージニアの民兵隊から暴動に必要とされる。 軍需物資を奪っておく必要があると考えた。8月のバージニア会議では大陸会議に派遣する代表団が選出された。ダンモアはこのことに反対する声明を発したが特に対抗手段を取らなかった。パトリック・ヘンリーが1775年3月23日の第二次バージニア会議で私に自由をらずんばしようという演説を行い。 武装抵抗組織を結成する決議を提案した。このことで、ダンモアは、この場所にある火薬庫の火薬を除去した方が賢明だと、考えることになった。ダンモアは、イギリス海軍の軍艦 HMS マグダレンの、指揮官であるヘンリー・コリンズ艦長をイリアムズバーグの火薬庫の鍵を与え、そこから火薬を除去するよう命じた。これが、火薬事件と呼ばれるようになる出来事になった。4月20日夜、 イギリス海兵隊がウィリアムズバーグ火薬庫に行って15たル半の火薬を総督の荷車に積みジェームズ川に浮かぶ HMS マグダレンに積み込むべくクォーターパス道路の東端まで生んだこの動きが行われている間に町の民に見つかり民衆は警鐘を鳴らした地元の民兵が現場に集まり馬を使う者たちが植民地中にその事件を触れ回った パトリック・ヘンリーに指揮されたハノーバー軍民兵隊が5月3日に当時の首都ウィリアムズバーグ市郊外に到着した。その日ダンモアは家族を総督官邸から脱出させ、ヨーク川に隣接するヨーク軍のダンモアの狩猟用小屋であるポートベロに向かわせた。5月6日、ダンモアはパトリック・ヘンリーなる者、及び多くの騙された追随者たちが独立団体を組織し、 戦争を仕掛けようとしているという声明を発した。この敵対関係が継続し、ダンモア自身も6月8日にウィリアムズバーグを離れ、ポートベロに行って、家族と合流した。そこからは、バージニアの反乱者に追い出され、足を負傷した。ダンモアたちはそこからヨーク川に停泊していた、HMS4E に避難所を求めた。 1775年12月のジョージ・ワシントンのコメントでは、彼、ダンマー卿の支配権を船に追い込んでおくだけで十分だとは思わない。少なくとも彼の生命あるいは自由を奪うことがバージニアでの平和を確保することであり、彼にある程度の行動を起こさせる動機となる敵は植民地全体の破壊に等しくなるものであると語っていた。 ダンモア卿は1775年11月7日に、ダンモア卿の宣言、またはダンモア卿の解放提案と呼ばれるものを発した。これは愛国者の主人のもとを離れ、イギリス側についた奴隷に自由を与えるというものだった。この宣言は来た、アメリカでは初の大量奴隷解放だった。ダンモアはバージニア総督として奴隷貿易に反対する法案への署名を保留していた。 しかし、戦争が終わるまでに、推計10万人の逃亡奴隷が、イギリス軍に逃げ場所を求め、大半は、非戦闘員の役割を担ったが、約2万人は従軍した。ダンモアはこれら黒人、ロイヤリストを、エチオピア連隊に組み込ませた。しかし、11月のケンプスランディングの戦い後、ダンモアは、地震過剰となり、12月9日のグレートブリッジの、 戦いでの敗北呼び込むことになった。この敗北後はその軍隊とバージニアの多くのロイヤリストをイギリスの艦船に乗せた。当時天然島が流行り出しており、これが悲惨な結末につながった。特に解放奴隷の場合、エチオピア連隊800名のうち500名ほどが死んだ。1776年1月1日、ダンモアは、 バージニアのノーフォークの水際にある建物を焼くように命じた。ノーフォークからは愛国者の部隊がダンモアの艦船に砲撃を仕掛けていた。このことで判断者に全死を焼く口実を与えたためにダンモアは新たな罠にはまった。ダンモアの支持者たちがバージニアに戻ることができないと明らかになった時ダンモアはニューヨークに撤退した。避難民を乗せた艦船のいくら川南に 大半はフロリダに向かったが、黒人の乗船者が再度奴隷に売られたという噂は、当時の反イギリス勢力によって流された線に基づいていると考えられている。ダンゴアはバージニアの植民地を取り返せないと認識すると、1776年7月にイギリスに戻った。アメリカ合衆国の独立が認められた1783年までは、 バージニア植民地総督の位にあり続けた。1787年から1796年、ダンモアはバハマ植民地の総督を務めた。ダンモアは1809年3月に死去し、伯爵位は長男のジョージ・マーレーが継いだ。伯爵夫人シャーロットは1818 18年に死んだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。